どうも、デコニーです。じゃん。スモールリグ、このシリーズもこれで最終回にします。アルファ6400で使うような、コールドシュープレート、2317ですね。これね、2317と、これ今ついてますけど2342ハンドルをつけて運用しますっていうのを動画上げたんですけれど、ポットシューを潰しちゃうので6400で、お昼のお弁当写真を撮れないっていう問題がね、発生しちゃうんで、これをまあまあなんとか解決したいなという気持ちはずっとあったんですよ。これで生きていくっていうふうに決めたんで、お弁当はこっちで撮らずに、あとは72の方で撮ることにしばらくしてたんですけれど、まあ面倒っちゃ面倒で、今回購入したこれですね、スモールリング。ちょっとこれ開けてみます。せーの、パカッ、入ってきましたよ。 BUG2334 ですね、これね。2334、ちょっと開けてみますね。よいしょ、いつもの袋です。よいしょ。これを開けるとビス2本と六角レンチで、これです。はみ出とるわ。じゃん。2334、2334、じゃじゃーん。これが2342、これが2317で、これが今日届いた2334。これとこれとですね、こいつ1本で賄ってしまうというプレートでございます。なんでこれ出してこれ出してこれ出すねんっていう、こう後出しじゃんけん感がすごくイラッとするんですけれど、最終的にこれを購入しました。で、このα6400にどうやってつけんねんって言ったら、この、ここにね、こんな風に設置します。なのでこれホットシューが潰れないんですよね。ネジ止めをしてみたいと思いますね。でプレートをここへつけて、こういう向きでネジを入れます。で、反対側、ここ映るかな、ここね、ここも同様に、これね、結構頻繁に増し締めしてないとちょっと緩んだりするんで、最近このちっちゃい六角レンチをね、持ち歩くようにしています。これで、インストール完了ですね。スマートですよね。1個で、ね、両方賄えてホットシューも生きる、いいんじゃないですかね。ハンドルがね、ここ2342でやってたのと同様です。高さも全く同じ場所に来るんで、これ結構ね、今ちょっと足りへんけど、比較的辛い位置に近い感じになるので、置くのも安定しておけます。こうやってストロボね、発光させるための、リモートコン、ゴドックスの X1T、 これキャノン用なんですけど、まあ問題なくソニーでも使えてるっていうやつです。でこれの新型が出るのかな。でここにこう、こうつ接点がついているので、ここね、ところに設置するわけですが、はい、も問題なくというか、プレートに干渉することもなく、全然問題なく設置できましたね。いいですね。これでこいつでお弁当取れますね。まあこれ16ミリなんで取らないですけど、6400でお弁当を取ることができそうです。ちなみに最近ですね、この α7II でお弁当をずっと取ってたんですけど、
これをね使って読みました。ここにピントが起こるかな。 K&F コンセプトのマウントアダプターにすっげえ古いですね、ミノルタの 50mmF1.4 のレンズ。インスタのハッシュタグにも、ミノルタ 50mmF1.4 オールドレンズっていうハッシュタグをつけてね投稿してるんですけれど、どうするかね、これ昔のレンズってここにいろいろ書いてあるんですよね。ミノルタレンズメイドインジャパン MC6OTG F1.4 50mm、 これシリアルかな。でこいつを明日からね、まあ、同じ E マウントなんでこいつをですね外してつけて、 APS-C なんで 50mm の 1.5 倍、焦点距離が 75mm のレンズとしてこれ使えますんで、普段の自分のお弁当の写真とかってね俯瞰で撮ることが多いんで全然問題なく歪みも少なくね撮れるかなというふうに思っています。ちょっとこれで明日から撮ってみようかな。今までね1650-6400 のキットレンズで撮ることが多かったんですが、ちょっとこっちでやっぱね昔のレンズとはいえ50mmF1.4 もういいレンズなんで写りはシャープです。7-2で撮ってたねお弁当も、ね、結構シャープ。ちょっとこれでね明日から運用してみようと思います。ということで、α6400 用の、スモールリグのプレート2317と2342を1枚で補える2334を購入しましたという動画でした。いいね評価とかチャンネル登録とかよろしくお願いします。あとはコメントなんかもいただけると嬉しいです。ではデコニーでした。